はい、どうも皆さんこんにちは、むゆけんです。前回ね、まあ前回の動画からまあ少しか日は経ってないように見えるんですけど、あれなんですよね、火曜日更新っていうのでちょっと止まってて、その間ねレベル上げたり、消化できてなかったクエストをねやったりと、まあモンパレね、先に進むだけがストーリーじゃないんでね、結構後戻りしてクエストをね消化するのも結構楽しいんですけど、前回ね、7連ガチャでね、この見えてるシルバーデビルであったり悪魔の騎士がね当たったりしました。今日もね早速ガチャからいきましょう。クエスト3つ4つぐらいやったかな。100ジェムが連続ログインとかで、あと200ジェムのクエスト5つぐらい確かこなしたんで、今ね1300ジェムあるんで4回ガチャ引きたいと思います。じゃあそっからね今日はやっていきましょうかね。で、その後はね、今日火曜日で、クエストがやっとね、やっとこさ更新されたんで、楽しみなんですけどね。はい、じゃあまずね、まあ恒例の、恒例っていうかね、まあ今回で終わりかな。さすがにね、ちょっと、ガチャばっか引きたいんですけど、クエストもね、どんどん消化していってるんで、ガチャ付きのやつはね。なかなかね、もうガチャ、引く機会ね、最初だけだと思うんですけど、まあ今回ね、この辺、竜王当たったら嬉しいなって感じでね。やっていきたいと思います。はい、じゃあ300ジェム使ってね、SS もしくは S がね欲しいとこなんですけど、お2つ来ましたね。 A ですねこれは多分。おーキラーマシーン3つ目、よう出ますね。ほんとよう出るよう出るって感じですね。はい、じゃあレベル75までいくんですけど、これでな3つ目ってすごいな。なかなかね1個出りゃキラーマシーンとか結構使えるんでね、1個出りゃいいんですけど、なんと私に関しては3つ目と。はい、じゃあガチャ2個目いきましょう。はい、あー残念 B ですねこれはね。はい、ケダモン、これは餌にしましょうかね。はいはい、まあ初ではあるんですけどね。はい、じゃあ次いきましょう。まあガチャでしかなかなかね、この辺はねゲットできないとは思うんですけどね。ケダモンとか普通にねその辺にいてもおかしくない感じなんですけど、じゃあこれ最後です。おっ来た、2つか。 A ですねまたね。はい、どうですかね。前回の動画の後にね、まあ地獄の鎧いいですよっていう感じでね、コメントいただいたんですけど、悪魔の騎士か、悪魔の騎士いいですよって言われたんですけど、地獄の鎧とかどうなんですかね。イカズチ、この稲妻っていうのは良さそうですよね。まあちょっと教えていただければすごい助かります。はい、というわけで、あと一回引けんだ。あ、そっかそっか。じゃあもう一回ですね。はい、じゃあラストいきましょう。SS、S こい。1、2、2か A ですね。はい、ブリザードが A なんだ。はい、というわけで、まあ A でも多分あんま使えない感じだと思うんですけどね。ザラキとかあんま使わないもんな。はい、というわけで今回のガチャはこんな感じでした。4回やってみました。まあちょっとね、今まで貯めてきたんですけど、この中で当たりは地獄の鎧がどうかわかんないですけど、一応キラーマシーンは当たりに入るんかな。というわけでキラーマシーン3体になりましたね。はい、じゃあ、パーティーはね、いじらずそのまま、このまんまで行きましょうかね。今ね、ちなみにレベル確認したらね、悪魔の騎士、こいつをね、おなんか、だらーっとしてますね、こいつね。悪魔の騎士をね、が使えると聞いたんで、早速ね、ちょっと使ってみましょうかね。はい、じゃあ、冒険ね、ストーリーの方を進めていきたいと思います。前回はね、門、が、で、入れないということでね、なんかね、今朝やった時に、ついに門が開けましたみたいなね、カーテン、前回カーテンが降りて、なんかそういう7月7日以降にプレイしてくださいってことは今日七夕なんですけどね、7月7日、になったんでね、続きをね、やりたいと思います。今ね、もう振り返りながら、緑の大陸、最初の大陸に戻ってね、クエストを片っ端からこなしてね、街に行って、酒場に行ってね、片っ端からクエストやって、ジムをゲットしたり、あとはもう全部とりあえずクエストをしようと。で、クエストしながらね、他のゲームをしながらクエストをやってるような状態でした。はい、じゃあ、ここにもね、なんとね、これヒントが書いてあるんですよ、下。砂漠の関所へ向かおうってことで、早速ね、砂漠の関所へ向かいたいと思います。この大陸ね、今すごいまんべんなく回ってて、どんどんね、クエストをこなせばこなすほど街っていうものが出現するんですよ。最初はね、こうほぼ一本道みたいな感じなんですけど、どんどん出てきてね、結構まあ、あ、ここも、やっぱりこの空白の部分にも街があったんだみたいな感じでね、結構ね、やっぱ、モンパレね、遊び尽くすのにね、結構時間かかるなと、いい意味での時間がかかるなっていう感じでね、ちょっと前進しては戻って、片っ端からクエストをこなして、
100ゴールドとかのねクエストとかもあるんですけど、その辺もね、とりあえず全部やると、ほんとね時間がある人にはそういう遊び方ができる感じですね。はい、ではここもね討伐コース、あのクエストとかいろいろ受注したんですけど、まあ基本ね私の YouTube の動画配信、これに関しては基本ストーリーを進めるっていうのでねやっていきましょう。前回の関所の部分、ここですね。はい、関所。じゃあここに行きましょう。ここにルーラストーンで行って、ストーリーをね、早速進めていきたいと思います。まあガチャがね、ちょっと塞ぐだったんで、ストーリーの方ね、まあ城まで行くまでかな、今回は。あれ?止まった?あー、出た。はい。クロナ、あ、すいません。整理番号104番ですけど、私の順番まだですか?まだまだ先だ。おとなしく待っていることだな。ここ通してくんないですよね。ずっと待ってたのに、ダメ、ほんとずっと待ってましたからね。そんなに待っちゃったら腹減っちゃうよってことで、仲間のハンドから聞いた話では、この辺りに秘密の抜け穴があるという噂です。しかし私、場所までは。ギャロ様ならご存知かと思うんですが、ギャロ、あー、ギャロね。あ、ギャラ、ふてくされてましたね、そういえばね。クロナちゃん、ギャロちゃんにまたひどいこと言ったの?謝って。私は別に。だってギャロが他人の馬車を奪っていたのは本当なんだし。わかったわよ。言い過ぎたわ。ごめんなさい、ギャロ。だからもし敵将を通らずに、荒れ地の王の城へ行く道を知ってたら教えてくれないかしら。ふふ、そこまで言うなら仕方ないな。すいません、なんか今日調子がいいみたい。モミケン隊長ハンドの言う通り、この先に、チャトル砂漠へ通じる秘密の抜け道がある。この先に、ああ、そうなんだ。伝説のキャラバンマスター、マスターラドゥガの、手記に、記されていた道だ。おそらく土地のものも誰も知らんだろう。この辺の人も知らないってことですね。ギャロちゃんはどうして知ってるの?うん、ラドゥガの手記を全財産はたいて競り落としたからな。すごい、道案内の頼りにしてるわ。ギャロ結構いいっすね。今回ゲームね、馬に蹴られなかったですね。はい。じゃあなんかルートができたんだ。あー、秘密の秘密、こっちから行けんだ。なるほど。まあこんな感じでね、どんどんね、切り開いていく感じなんですよね。結構楽しいっすよ、やっぱね。はい。じゃあ、目的地に向かってストーリーをね、進めていきたいと思います。まあレベルね、今、チームレベルっていうか、キャラバンレベルがもう22。結構ね、ほんとね、動画でね、見てないとこで倍以上やってますからね。やっぱ楽しく画面を見ずに楽しくやってますね。ほんとね、馬車がスタート、キャラバンスタートした瞬間にね、あ、もう見ない。基本見ない。っていう感じですね。あれ?ていうか時間かかってんな、ローディング。なんかさっきから遅いっすよね。重たいんかな、やっぱり。ね、みんな殺到してみたいな。スマイルロックとドラキ。今まで出てこなかったですね。モミケン様、あれは?あれは空を飛ぶモンスターです。普通のモンスターでは攻撃が届きませんぞ。特技が遠距離攻撃しか届きません。もちろん飛ぶモンスター、同士なら攻撃することが。へえ、そうなんだ。フィリパッドやメラゴーストなど魔法使い系のモンスターならいけますと。いいかな、ドルマしかないですよね、こんな角度。まずこいつ、ちょっと届かないか。あ、一応弓は届くんだ。で、悪魔の騎士は物理なんで、厳しい。あ、寝た。はい、じゃあ、結構いいっすね。ドルマで一応落とせるかな?あ、そっち狙うんだ。あ、弓。キラーマシンこの辺で使いますね。なんかモンパレってこういう、一応、空中は空中みたいな感じで分けるんですね。はい。なんか爆弾岩じゃないですけど、スマイロック倒れる瞬間の目がなんか嫌だな。前回で言うと、笑い袋の死んだ後が嫌みたいな感じでね。なんか、結構モンスターの表情が豊かというかね。そんな感じしますね。マドハンドのね、仲間呼びの時の、チッチッチってやつですか。これもね、結構目立ちますよね。初めて見た時になんか違和感感じましたもんね。こんな結構挑発的なんだと思って。ドラクエ10の時とかね、手招きするだけぐらいなんですけどね。はい。ドラッキーとマドハンド。ドラッキーにしましょうか。ニューだし。お、ドラッキー D なんだ。はい。仲間失敗。はい。じゃあ次行きましょう。もう、社内でね。はい。ストーリー進めていくと。なんか重たいのは通信の問題かな。は
はい、ストーリーですね。もみけん兄ちゃん、この道誰もいないね。秘密の抜け道だからな。誰もいなくて当たり前だ。行くぞ、もみけん隊長。はい。はい、どんどん行きましょう。はい、まあ、ストーリーなんでね、基本、まあ、淡々と行くって感じですけど、どうなんすかね。なんかこう、そっかそっか、今の関所で、あ、でも関所には酒場はないか。まずこいつからやってみましょうかね。あ、結構ラリフォーマーするんだ。ラリフォーマーはしなくていいっすね。作戦で、悪魔の騎士は、まあ、ガンガン行こうぜにしておきましょう。で、これ OK ですね。はい。じゃあこれで。もうキラーマシンもね、かなり強いんで、レベルがね、23なんですよね。結構ね、地道に上げてる感じですね。まあ全体的に上がってると。まだね、やっぱり、こう、わかんないですよね。こう、転生ができるのかすらね、わかんない。スーパーライト基準で言うとね、例えばキラーマシンに転生させてタイプ G にしたり。ね、こいつがね、シルバーデビルでしたっけ？こいつがもしかしたら、なんだっけ？ベイル、バズズになるかもしれないとか、その辺もあるんですけど、ちょっとよくわかんないっていうかね。まあ、やってる人はね、わかってるとは思うんですけど、なったらいいなぐらいの感じなんですよね。よくわかんないまんま進んでる感じですよ。まあ、初心者っぽくていいんですけどね、その辺がね、初々しくてね。はい。じゃあ次、進めていきましょう。はい、あと、次は橋か。また橋か。ギャロちゃん、この道を見つけた、マスターラドガちゃんってどんな人なの？ふん。よかろう、教えてやる。マスターラドガはこの荒れ地の大地にいた。大陸にいた。伝説のキャラボンマスターだ。十数年前、北にある光の大地。あ、大陸か。光の大陸。まあ別にあるんですね。大勢の魔物が攻め込んできた。世界中の王が立ち向かったが、光の大陸は魔物に占領されてしまった。へえ、このままではいずれ他の大陸にも攻めに来るに違いないと。子供の頃俺は恐ろしくて怯えていたよ。ところがある日突然マスターラドガが姿を消し、同時に魔物の動きも止まったんだ。なんか封じ込めたんかな。どうして？詳しいことはわからん。だが俺はマスターラドガは光の大陸へ向かったのだろうと考えている。たった一人で戦い、大勢の魔物を食い止める。そんな力を持っているのはあの人しかいない。わあ、ラドガちゃんってそんなすごい人だったんだ。そうとも、マスターラドガはガキの頃から俺の憧れだ。もみけん隊長、人助けをするなとは言わん。だがこうしている間にも、たった一人光の大陸でマスターラドガは戦っているんだ。頼む、キャラバンマスターとして腕を磨き、いつか光の大陸でマスターラドガを助けてくれ。おー、いい話じゃないですか。どうやら俺は一生キャラバンマスターにはなれなさそうだからな。主人公が全然喋んないっていうね。まあ、自分なんでね。さあ、俺の話はこれで終わりだ。行こう、もみけん隊長。はい、結構熱く語ってましたね。光の大陸っていうのがあって、まあ、最後の方かな、この話だと。中央大陸とかの後っぽいな。ちょっとね、わかんないですけど、今はとりあえず緑の大陸を割って、今、荒れ地。ここをね、まず消化するしかないですね。はい。スタート。基本、スマイルロックとドラッキー。まあ、ドラッキー倒しましょうか。結構思ったよりスマイルロックのゴツゴツっぷりがちょっとね、ねえ、ちょっと驚きで、もうちょっと柔らかそうな感じでも良さそうなんですけど、ほんまもんの岩みたいになってますね。まあ、各ね、こう、アニメーションする人の感じなんでしょうね。もうちょっとイメージと違う感じがね、ちょくちょく出てきますけどね。はい、まあちょっとあんまり攻撃力高くないか、悪魔の騎士が。はい、まあ順調っちゃ順調ですね。はい、まあこんな感じなんですね。ドラッグ・マドハント、お、会心が出た。悪魔の騎士どの辺がいいんだろうな。もうちょんってした時は MP 回復じゃなくて HP 回復なんですね。あのテンションが上がった時にね。はい、まあこんな感じでね、
淡々とやっておりますけどね。はい、あ、ベホイミいいですね。まあホイミクラスですけど、ベホイミかましましたね。はい、まあ基本ねレベル上げしてる私にとっちゃ、まあ多分ボス以外は結構ぬるいと思うんですけどね。まあスタミナも32あるんでね、結構キャラバンレベルも高いし、両方捕まえてないのか。お、成功しましたね。 24% で成功なんだ。嬉しいっすね。4分の1ですもんね。まあこの辺はね、基本餌にするような感じですね。はい、橋へ到着しました。サーク橋っていうんですか、到着しました。中に入る。ここ酒場はさすがないですね。よろずやチェックしましょうか。特にまあ欲しいもんはないでしょうけど、薬草ぐらいですね。薬草たんまりあるんで、今回は結構です。はい、外に出ましょう。まあここは橋の上ですね。はい、じゃあ次行きます。じゃあこのオアシスから、城に向かうと、マスターラドゥガが知ってたあの回り道っていうことですね。まあ助かりますね、ギャローね。優秀優秀。はい、58か。やっぱ高いな、攻撃力が。強い強い。キラーマシン優秀。まあレベル上げたり、伝承でしたっけ、気合電磁か、気合電磁とかしたんでね。あのキラーマシン3匹いるんでね、そいつらどうしようかな。なんかあの同種混合みたいなのありますよね。だからキラーマシン同士合わせたらなんか新しいスキルみたいなの覚えるかもしれないですね。それすら調べろよっていう話なんですけど、まあちょっとまあよくわからないまんま来てる感じですね。ねえ、後々っていうか調べるの必須なんでね、調べないとな。今淡々とやってるのが割と楽しいんでね。ねえ、まあ別の動画でも紹介しましたけど、モンパレの良さってね、なんかこうやっぱ自動なのがいいっすね。モンスターが指示せずに勝手に動く。これはね、ドラクエ10もないし、あ、ドラクエ10はあれか、バトルロードが勝手に動いたりするか、AI で。なんかそれよりこう、これはね、なんかまったりしてる感じしますね。勝手に動いてくれるんで、まだピリピリした状態もないしね。もうちょっとしたら、もうちょっとというかね、あるとは思うんですけどね、そのうち。あとスタミナも減らないしね。スタミナが減るっつったら、この左下のイベントぐらいですもんね。イベントではたまに行ったりしますけど、まあ、最近行ってないかな。1週間ぐらい行ってないか。なんかいい、初級だとね、いいアイテムあんまりゲットできないんで行かなくなったんですけど、そろそろ、もうちょっとレベル上がったらかな。このメンツでもレベル上がったら中級行けるかもしれないですね。中級行ってもね、勝てなかったんで、リタイアっていうかね、しちゃって結局、あんま意味なかったんで、それだったら初級行こうっていう感じなんですけど、初級だとあんまりいいアイテム出ないんで、なんか結局ね、このイベントの方にはね、なかなか行ってもね、どうなんだろう、まだね、そっちは楽しめてない感じですけどね。やっぱりこうやってコツコツレベル上げするしかないのかな。もうちょっと効率よくレベル上げをする方法とかね、スーパーライトで言うと、鍵を使ったり、するのとかないんですかね。どうなんだろう、それすらわかんないな。じゃあ、ちょっと調べるの、やってみようかな。まだ、コツコツやってる感じなんですけどね。はい、では、オアシス着きました。よし、抜け道は終わりだ。これで、チャトル砂漠に着いたはずだ。ん？ここはオアシスか。お、今度は、あれだ、背中、首元じゃなくて、あれですね、腰に、あのタトゥーがあるんですね。おお、これは、またもまずいところへ。見てはいけません。ちょっとギャロー、目をつぶりなさいよ。ブルルル、ヒヒーン。また蹴られた。はい。ピキー、モミケ、今の子、クロナと同じようの、よう、ん？同じ模様のあざがあったぜ。え、モミケンどうなの？さっきあの子のあざ見たの？ああ、まあまあ見たけど家にしときましょう。はい、見てない。なんでちゃんと見てないのよ。もう頼りないわね。はい、選んだら怒鳴ってたんだ。
ですが黒名様、私も拝見、いたしましたところ、確かに同じ聖なるあざが、うん、気になるわね、あの子何者なんだろう。あれ、そんだけ。はい、じゃあ城への全城、あ、じゃあ町か、教会っぽいな。砂漠の教会への道が開けた。やっぱり城へこうぐるっと回っていくような感じなんですね。はい、じゃあ、お、なんだオアシスで水遊び。まあ、あのチェックポイントを通過したらこんな感じでゲームセンターで、ね、iPhone っていうかね、iOS でやってるんで出るのかもしれないですね、ポイントみたいなんで。はい、じゃあ次ね、ストーリー進めていきましょう。城に着くまでね、だいたい今回見ていきましょうかね。はい、ポイミスライム仲間にはしてるんですけど、まあまあこいつらはね、まあ道中の雑魚キャラって感じですね。はーい、おー強いな、この前の3匹はね、淡々と倒してる感じですね。はい、あ、2回攻撃とかね、優秀ですよね。ポイミンする前にね、仕留める感じがね、おせおせですね。どのモンスターがいいんですかね。まあ竜王がいいっていうのは分かるんですけど、なんかね、あのドラクエのスーパーライトで、あ、魔王シリーズが当たっても最近はあんまりレアじゃないと言いますけど、なんかこれで竜王が当たるとかなりレアみたいですね。なんかそのパーセンテージの問題でかなり低いみたいですね。その SS が当たる確率が 1% とかじゃ 1. 何パー、その中でさらにあれなんでね。あ、読まないとね。何を、イニシエの巫女は絶対私なんだってば。まあいい、ここはチャトル砂漠。城は太陽の向きからすると東の方向だろ。ウミケン隊長、まずは東へ向かうぞ。なんかさっきの少女の、ちらっと見えた少女の話かな。おわしでね、水浴びしてたのに、もうその少女どっか行っちゃったっていう感じなんですね。もうこの流れで行くと城にいんのかな。なんかそんな感じしますね。ちょっと先で。前振りっていう感じで。はい、ではさっきと一緒ですね、ホイミスライム。はい、多分あの薬草だとは思うんですけど、すごいな、薬草57個もあるんだね。こそこそやってる感じがね、伝わると思いますよ、これで57個気づけば。前回の動画見てる人はね、もうこんなにはなかったと思うんですけどね。はい、回復。お、マジでデザートデーモン、さすが砂漠にいる感じですね。なんか強敵っぽいのが現れましたけどね。まあでも、お、痛恨食らった。まあじゃあデザートデーモン先倒しましょう。お、こいつらなんかボスっぽいな。はい、じゃあまあ掘り投げましょう。57から5個も使っちゃった。そうなんだ。まあほぼ満タンとしてるんで、配信なんかえぐいっすね。この砂漠のサボテンたちは血のりっていうかね、ここはやっぱり砂漠なんで、その特徴があって会心が出やすいとかね、あんのかな。はい、デザートデーモン初めてね、見ましたけどね。はい、倒しました。まあさすがに討伐報酬みたいなのはないかな。はい、これレベル1なんだ。はい、 24%、まあ、ゲットできたら嬉しいぐらいの感じですね。まあ骨付き肉ね、それこそ最初2回使ったりしたんですけど、あの1回目の動画でね、それ以降はもう全く使ってないですね。まあ、あの必要な時はそのうち来るだろうっていうことで、まあ基本あんま使わずに大事に取ってる感じですね。ちなみに、スマホアプリで、ドラクエのスマホアプリ、もう投げとこ、あ、いっぱいあるんでね、ドラクエのスマホアプリの、毎月更新されるやつ、報酬みたいなのが、それでね、この骨付き肉ね、全部ゲットしましたね。皆さん知ってますかね、DQ アプリみたいなのあるんですけど、そこで、まずミニゲームみたいなの買ったら、報酬が、まあ、運なんですけど、勝つのはね、で、報酬がもらえるんで、そのポイントで、交換していくっていう、まあ、アプリがあるんですけど、まあ、それでね、この分は全部ゲットした感じですね。骨付き肉とあと何があったっけな。まあ
まあ、とりあえずあれスーパーライトの分もね全部ゲットしましたね。で、スマホとタブレットそれぞれ僕そのアプリ入れてるんで、早速ね2つとも取ったやつ入れたら、その決まってるみたいで、ここで入力できる数がね、で、もう上限を超えてますっていうね、あれが出て、2、3個しかダメみたいですよ、あれね。その決まった数しかね。ね、かぶせでどん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 入れていきたいなと思ったんですけど、残念ながらね、そういうのはできないみたいですね。はい、失敗だらけですね。はい、じゃあ次行きましょう。境界ですね。同種配合か。これやりたいけどな。はい、境界到着です。ちょっとストーリーかな。はい。境界で、小山田キャラバンマスターが、また皆さんも、西への巫女を探しにこの大陸へ。私たち どっちかというと、この大陸を出たくって。ふむ、それは難しいでしょうな。王は、これ、神父か。王は、何があっても、キャラバンマスターをこの国、大陸から出すなと。なぜだ、この国はマスターラドゥガを生んだ。いけません。旅の方は悪いことは申しません。二度と人前でその名前を口にしないこと。なるほどね。マスターラドゥガと王様が喧嘩した感じで、それがいろいろこじれてこの国から出さないというのはちょっと匂ってきましたね。はい、マスターラドゥガは世界を救った英雄なのに名前を口にですから、いけません。表情はあんま変わってないですけど、怒りマークが出ましたね。ともかくその名前はこの国では禁句なのです。いいっすね、この教えてくれますね、いろいろね。さて旅の方、ここから北へ行けばルツの村、東の街道を進めば城下町に着きます。しかし今の季節、東の街道は砂嵐のため通ることができません。ルツの村から迂回すると良いでしょう。なるほど、ルツの村にまず行くってことですね。さすがにこっから先も行けますよね。ちょっと心配、今暗くなったんでね、こっから行けないのかなと思ったけど、キャラバンマスターは通行禁止、マスターラドゥガの名は禁句、全くわけが分からん。どちらも金座座王の命令らしいが、荒れ地の大陸では何が起こっているんだ。くそー、まあまあギャル様、あ違う、まあまあギャル様、神父様のご様子では何か事情があるんでしょう。だからと言ってだな、まあいい、ともかく城へ行くために、北へ迂回せねばならんわけだ。はい、ルツの村へ行けばこの大陸にいるという古の巫女の話が聞けるやもしれません。そうだった、本物の巫女のことを探さねば。よし、ルツの村まで行ってみるか。もう私が本物の古の巫女だってば。この辺のストーリーもよくわかんないですよね。ね、もう知ってる人は知ってるかもしれないですけど、ちょっとね、わからない私としては結構楽しみのストーリーの一つですね。はい、では、進めていきましょう。じゃあちょっと長くなるんで、今回に関してはルツの村までにしましょうかね。はい、ちょっとそろそろ城着くかなと思ったら、思いのほかちょっと遠いし、なんかね、いろいろストーリーが分かっていくのが結構面白いんでね、まあ30分ぐらいで、だいたい1時間最初やってたんですけど、ちょっと長いんでね、30分ぐらい切りながらいきましょうかね。はい、現れたと。はい、まあこんな感じでね、まあ道中のストーリーはまあ基本はもうノータッチですね、基本ね、触らずに進んでいくような感じですね。やっぱ AI、 基本が AI っていうのがね、まあ、AI を支持するっていうのはドラクエストーリーでもありましたけど、もう全員 AI ですもんね。はい、デザートデーモン、デザートデーモンは仲間にすることができないんだ。今赤色でしたもんね、名前が赤色のモンスターっていうのはこう仲間にすることがね、まだできないみたいですよね。はい、悪魔の騎士ね、育ってほしいですね。もう倍ぐらいレベルがあるんでね、そのキラーマシンとかね。一応悪魔系が2匹とスライム系1匹、物質系が1匹か、系統とかあるんだろうな、そのうち。今ね、もうひたすら進めるしかないんでやってるんですけど、スーパーライトだとそのちょっと行ってはスタミナがなくなるんでね、止まっててストーリー進むことが一気にはできなかったんですけど、これはね、今動画見てる人、今から始めようかなという人は大体さーっとね、スタミナ使わずにストーリー進めることができると思いますんでね。
はい、砂漠ってつまんないサボテンさんと枯れ草ちゃんばっかり、ちゃんが多いな、もみけ兄ちゃん、砂に模様つけよ、歩くときにジグザグに歩いてね、僕ぴょんぴょん跳ねるぜ、そしたら砂の上に点々の模様ができるな、私はどうしよっかな、くるくる回りながら歩いたら渦巻きに見えるかしら、おい勝手に馬車から出るな、モンスターに襲われたらどうする、その時はもみけんが助けてくれるでしょねえ。なんか楽しそうやな。はははは、もみけん様は頼りにされているようですな。なんかほんわかした会話が。はい、じゃあ、まあ、砂の中とかに入ってたりできるんだ。これ宿かな、よろずや。はい、まあこの辺もね、なんか買うことできるの、やっぱ薬草とかなんだ。はい、まあ特にないっすね。まあこれはね、ストーリー終わって、まあ暇な時ね、さすがに先進むことができない時にうろうろしたりクエストを消化したりしましょうかね。はい、じゃあ一旦今日はねこの辺で、次の、ルツの町か、あ、町じゃない村か、ルツの村については終わりたいと思います。はい、じゃあまあモンスターたちもね順調ですね。まあ基本レベル上げとかをちゃんと真面目にやってるっていうのもあるかもしれないですね。これ結構楽しいですよ、淡々とね。もしよかったら、しかもブラウザーゲームっていうと、ちょびっとだけ、敷居が高いっていうか、ヤフーゲームなんで、普通の方はね、ブラウザー版はね。よくね、ヤフーのページを見ると、広告がね、貼ってあったり、あと、それ一回でもクリックするとね、Google のアドセンスに、これがね、登場したりするとは思うんで、まあ、注目してた人とかね、まあやらなかったけどずっと目についてた人ってね、私みたいにいるとは思うんですけど、実際やってみるとね、やっぱこんな感じでもう喋りながらね基本できてるような感じなんで、淡々とねやってる感じですね。まあ面白いですよ、まあ、よかったらね一緒に始めてみてください。まだねバン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 進めることはできないですけど、スタミナ消費しないんでね、まあ同じぐらいのペースでやれるかなと思いますね。ね、下手したらっていうか、僕なんかよりも全然ね、ね、ググったりする習慣がある人はね、もうすぐ僕の知識とかね、追い越せるっていうか、モンパレはね、全然知識ないんでね、まあ、ね、順番にやってる感じですね。はい、じゃあ今日はここの辺までしましょうかね。このストーリー終わったら終わりにしましょう。村の男、ム、その馬車。あんたたちキャラバンマスターだな。あざのある娘を探してるんだろう。さっさと村の中を調べて出てってくれ。畑仕事の邪魔だから。お、冷たいな。そんなにたくさんのキャラバンが古の巫女を探しに来たんですか。ひでえモンスターはこのところ毎日のように押しかけてくるんだ。そのくせ娘がいないとわかるとさっさと出ていっちまう。勝手な連中だよ。頼みたい仕事があるってのによ。ねえねえもみけお兄ちゃん、お仕事やってあげようよ。困ってるみたいだよ。なんと、皆さんは他の方たちとは違って頼りになる。ありがたやありがたや。これで農主様だけに、危険な仕事を頼まずに済む。おい、勝手に話を進めるな。俺たち雑用してる場合じゃねえ。この時期チャトル砂漠は砂嵐のため、馬車を持たぬ。この時期チャトル砂漠は砂嵐のため場所を持たぬ我らは村の外には出られません。しかし、水がなくては死んでしまいます。南の泉へ行き、ルツ村の民のために水汲みをしてこいってことですね。頼りにしてるぜってことでメインクエスト依頼されました。水を汲んでこいと。はいはい、すっかり押し切られたな。全く迷惑な話だな。この村には巫女もいなさそうだし、無駄働きか。困っている人を見過ごすわけにはいかないでしょう。もみけ南の泉へ行きましょう。はい、新しいルートの方、あ、さっきの場所なんだ。ははは。じゃあ行きましょうか。ルーラーの場所ないんで。はい、では、今日はここまでにしましょうかね。意外とね、城に行くまでに、まあ最初は、ね、この門。ね、この砂漠の関所から始まって、まあね、ぐるっとこの橋を渡って、泉に行ったらね、女性のタトゥーが見えたと。まあ、巫女の印みたい。で、こっち行って、教会行ったらいろいろね、マスターラルガとの話を聞けたり、王様、まあ、おそらくね、匂いましたね、それがね。
で、列の裏へ行って迂回しなさいってことで、ここでね、依頼されたということで、だいたい30分ぐらいしたんでね、終わりたいと思います。じゃあ次の動画ね、また明日ね、公開したいと思いますんで、もしくはね、その、リアルタイムじゃない人は下の方に動画のリンク載せときますし、まあ、次の動画ね、ぜひ楽しみにしてください。はい、では本日はね、ご視聴ありがとうございました。じゃあ次こそね、城に行けっかなと、楽しみにしながらね、行きたいと思います。まあ、またね、ガチャ当たんなかったですね、4つね。まあ、ちょっとね、全部貯めるのはね、クエストをゆっくりやった時なんで、次回その次ぐらいはちょっと厳しいかな。ストーリーが止まった時にね、またガチャ行きたいと思います。はい、本日ありがとうございました。次の動画をお楽しみください。はい、失礼しまーす。